こんにちは、かくすけです。やっていきましょう。このワンちゃんをレポートしたいと思います。えい、ご覧ください。リポーターはなんと犬を見つけました。視聴者のみな、視聴者の和んだ声。そうです、皆さん、今年最高に心温まるニュースです。ご覧ください、あの可愛い耳を、小さな足を、ふわふわの尻尾を。ちょっと待った、これは尻尾ではございません。嘘。これは導火線だ。嘘。そう、あの犬は爆弾なのです。しかし落ち着いて、この部屋にある他のものをまだ確認していません。全部爆弾じゃないか。なんと、ここにあるものすべてが爆弾のようです。どれ選んでも一緒じゃん。あのプレゼントも爆弾。本当だ、バスケットボールも爆弾。うわ、本当だ、私のセリフさえも。うわ、全部じゃん。本当に勇気あるリポーターさん。この爆弾を停止できなければ、こちらの巨大が爆弾が2分で爆発して、君の体はチリジリに。もう生放送なんてできなくなりますよ。なんという恐怖、なんという衝撃。9名の視聴者の皆様が見守ってくれていますよ。ああ、一人いなくなっちゃったじゃん。頑張ってダーリン。プルルルル。大丈夫。携帯に爆弾処理プログラムを入れてあるから、爆弾がダフズゾーンに入った時にボタンを押せば大丈夫。じゃあ始めて。ダフスゾーンってどこ？ダフスゾーンってどこ？なにダフスゾーンって何？おい、もうここでいいのか？ゲームを止めろ。そういうこと、時間がないよ。そういう、あ、しまった、しまった、焦る。いやー、しまった。あ、絶対無理。絶対間に合わないよ。うん。犬、爆弾を止める。あ、しまった。ズーズー。犬はまだ起動している。おい。よし、犬を解除した。うん。よいしょ。君、うん。はい、バスケットボールを止めろ。バスケット爆弾。お、今だ。うん。いや、でも時間が、ダフズゾーンっていうのが意味わかんなかったんだもん。いやー、無理。あ、水、ボードのしきたりに基づき、離れたら死ぬ力場が、現場を囲んでいる。あ、ちょうど、やった。プレゼントの存在忘れてた。いやー、無理、もう無理。あー、やー、9秒、もう無理。あ、無理だよ。あー、なんてこったー。あ、嘘、なーん、そんな、タック。あ、ちょ、5。EM フィールドでグラスを固定するから。あ、これもしかして時間待ってくれてない？ものすごく素早いコップ。なんだ、時間待ってくれてるじゃん、多分。うん、よかった。2秒以上あったよ、さっきの。お見事ダーリン、全ての爆弾の解除に成功したね。失敗したら巨大な爆弾が2分で爆発するはずでしたが、もう2分で爆発することはありません。代わりに2秒で爆発します。さよならダーリン。ふう、結局解除しても意味なかったのか。あら、爆発しないね。プルルルル。そう、それはなぜかというと、あなた長々と喋ってる間に私が直したっていうか、変えたっていうか、なんてことだ。博士がハッキングして爆弾を止めたなんて。そ、それをやったの。まったく、また失敗だ。許すまじ人間、許すまじ鉄だったアルフィス博士。
しかし番組を 見届けてくれた8名の視聴者の皆さんには感謝します。またねダーリン。うわー私たちこう天パンにしてやったよね。あの最初はちょっとあれだったけど、でも私ってだんだん自信を持って案内できるようになったかなって。だからあの爆弾ロボについては心配しないで、あなたを守ってあげるから。それでももしうまくいったら私たち、あ、気にしないで。それじゃあまた友達になろうね。どっちの右の方に行けばいいかな。はい、よし進んでいこう。ふう、どんどん近づいていくよ。次は何番組だ。動物番組か。あなたって物静かですよね。アズゴア王に会うから緊張してるとか。心配することないですよ。王様はすごくいい人だからお話だってできるし、それに ほら人間のソウルがあれば結界も抜けられるし。だから心配しないで、今は忘れて笑って。ガチャン。そっか、怖か。近づいてきているのだな。なんだと。バカな、私たちは友達になったばかりだろう。もうそんな近くにいるはずがない。あーそっか、別れることになっちゃうよね多分。うん、左のフロア3。うん、行こうか。お、この子は私知ってるぞ。クモちゃんでしょ。あらあら、いらっしゃい。スパイダースイーツはいかが。売り上げは全部クモのために使われるのね。スパイダー、クモのドーナツだ。なんだかゴムっぽい。これはパワーブレスレットのようだ。あ、いいな。待てよ、ただのクロワッサンだった。すっごい長いね。クモのベイクセール、売り上げは全て本物のクモに渡ります。この人もクモ。俺、とうとうドーナツ買っちまったよ。俺、買う気なかったけど、あの女の子に買わないって言ったけど、あの子、こっちをずっと睨んできて、下なぜ、多面ずりするもんだから、もう破産しちまった。あ、ごめんじゃないんだけど、かわいそうに。そんな出したの。ルインズではあんなに安かったのにさ。7ゴールドと18ゴールド。プルルルル、どうもアルフィスです。前に通った部屋に似てますね。北と南にパズルがあって、どっちも解かなきゃ進めないみたいですよ。あとは言いたいことがあって、本当はパズルの解き方をバラしたくないんだけど、もし助けが必要だったらいつでも電話くださいね。あ、そうだ、じゃあこうしましょう。アンダーネットでフレンドになりましょう。メッセージ飛ばしてくれればヘルプしますよ。もうフレンド登録済みに。あれ、サインアップも済んでるし。ということはずっと私のログを見て。私のミューミュー2レビューに同意してくれるといいな。ミューミュー2レビューはあんまり同意できないな。やったことないからね。まず北と南にパズルがあるって言ってたよね。よし、とりあえず南に行ってみよう。こう。あ、これ動いてることになるんだ。あ、しまった。しまった。あー、やばい。持ち物回復。ホットドッグ回復。ワンワン言ってるよ、ワンワン。あ、もう難しい。よし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 。なんだい。いや、案内しようと思ったわけじゃなくて、一緒に人間のテレビ番組を見ません？そのうち、ミュー
ミューミューキッスイキューティーってタイトルで、もちろん本当に嬉しい。わ、私のお気に入りでミューミューって猫耳少女の本当に言うんだよね。猫耳があることにコンプレックス、うんうん、猫耳仲良し、もう最高。あー、ネタバレだ。ミソなんだけどね、すごい力、キスすれば誰でも洗脳、悩める人々をキスで、うん、キスに失敗したらどうなるかっていうと、それは、つまりは、結局ミューちゃん洗脳するってことの重大さに気づいて、これはネタバレ、気に入ってくれると思う。これが終わったらぜひ一緒に見ましょうね。うん、面白そうだね。猫耳はアイデンティティだと思いますよ、確かに。そっか、アンダインもミューミューを見たのか。東京ミューミューじゃないよね。反対側の船を撃てるのは一度だけだ。お、そうか。しまった、順番間違ったぞ。こうだ。はい。オッケー。よーし。あ、これ読んだね、そういえば。よし。いやー、下のあの例、ツンデレのあれがあるぞ。気になるぞ。気になる。あなたは花を嗅ぐために立ち止まった。それだけ？本当に？がっかり。はい、OK です。まあ気になりながらね、買わないよりはマシかな。OK。上の方行きまーす。うん、敵か。バルキンがあなたを見ていたことが羨ましいわけじゃないんだから。どっちから行こう。バルキンを励ますんだったよな。うん、はい、君もかい。はい、頑張れ頑張れ。かわいいな、バルキン。いやー、無理無理無理、怖い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 。うん、よし、得意げに歩き回っている。バイバイ。邪魔しないでよね。よしよし、もう邪魔者は消えたよ、安心して。あ、偶然あなたにぶつかった。あ、嘘、ナンパしちゃうよ。うん、印象的な。うん、あ、逆だった、そういえば。あ、やばい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 、あ、やばい、回復回復回復。ホットキャット、にゃにゃにゃん。うん、人間。そんな顔しないで。笑ってる方がいいよ。香水売り場のような匂いがする。近づくだ、そういえば。近づきすぎない程度に歩み寄った。何してるのよ。お、ちょっとたまたまね、ぶつかっちゃうんだよね。はい、大丈夫だね。バイバイ。よし、行くぞ。今回も一回？一度だけか。オッケー。右に行った時に出てこないようにしないといけないから、一旦ここまでやっちゃっ、あ、そっか、この子もずらしちゃえばいいのか。なんてこった。
れた方がいいんだよ。で、2匹入れるの難しくないかい？あ、最初に戻っちゃったよ、これ多分。あ、いけた。よくわかんないけど、いけたいけた、よかった。ん？なんか2人が出てきたよ。体力大丈夫だっけ？13か。お気に入りのマタトンシーン、登録商標、最悪の状況で見せるポーズかな。クッキングショーで卵割るとに失敗した時とかさ、あちゃーっていう頭ですね。あ、頭に手抱えてるやつですね。おかしいこと言ったな。頭抱えてるやつだね。僕のお気に入りはメタトンシーン、商標登録は、悪役をボッコボコにするところかな。クイズ番組でさえ暴力を振るうもんな。この二人はファンのうちの二人か。で、これで、あれ？そっち行ったつもりないんだけどな。北と南をやったから、こっちでいいのかな？多分。よし。開いたよ。あ、結構来たよ。あ、セーブポイントだ。一旦切りたいけどな。まあまだ行くか。とりあえず行くか。雲の隙間下。あ、あふふふふ。なんて言ったか聞いた？なんだいここ。あ、雲の巣に遮られている。しましまのシャツを着た人間がここを通るんですって。雲が大嫌いって聞いたわ。え、そんなことは言ってないよ。踏み潰すのが大好きって聞いたわ。それ誤解だよ。足を引きちぎるのが好きって聞いたわ。それに、あ、動けなくなっちゃった。ひどく財布の紐が固いって聞いたわ。あふふふふ。あなた、自分の味覚は私たちのお店には合わないって思ってるでしょ？あふふ、それは間違ってると思うわ。だってあなたの味って、お菓子の材料にぴったりだと思うもの。来た。あ、私この子のね、戦闘曲大好きなんですよ。マフェットか、マフェットかな？読み方は。調べる、支払う。調べる。マフェット、ファーラーに招かれたら追い飛ばした方がいい。そんなに青い顔しないで、かわいこちゃん。うおお、はあ、染まっちゃったな。あなたには紫がよく似合ってるわ。あふふふ。奇妙な、ん？アップネクストって書いてあるぞ。奇妙な紫色の雲の巣に囚われてしまった。アップネクストって何？支払う？10ゴールド支払った。マフェットはこのターンだけ攻撃の手を緩めた。どうしてそんなに顔色が悪いの？もっと自分を誇りに思いなさいな。お、3箇所しか避けられないやつだね。アップネクスト、すべてのクモたちが音楽に合わせて手拍子している。わあ、一人で3人分してるんだろうな。見逃す。あなたは美味しいケーキになれるんだもの。ほっほっほっ。あ、しまったしまった。はいはい、オッケー。アップネクスト2になったよ。手拍子している。見逃す。話してほしい。バカなこと考えないで。よいしょ。ほっお、お、お、こういうキャラだったんだな。音楽だけ知ってたから。すべてのクモたちが音楽に合わせて手拍子している。アップネクストなんかついてるな、後ろに丸が。見逃す。あなたのソウルでクモたちがみんな幸せになれるのよ。お、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 あ、だ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 、ドーナツかこれは。食べたい。焼きたてのクモの巣の匂いがする。焼きたて、焼くものかな。アップネクスト、マフィンかなあれは。見逃す。あら、失礼。私のペットを紹介するの忘れてたわ。
今は朝ごはんの時間よね。それじゃあ2人とも楽しむのよ。なんだなんだ、2人2匹来るのか。おおおおおお、よいしょ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 、オッケー。え、なに、いや、ちょっと、にゃーん、うわー、オッケー。あー、焼きたての蜘蛛の蜜の匂いがする。まだするか。ふぅ、もがいてみるか。巣から逃げようともがいた。マフェットは口を折ってクスクスと笑った。私たちにあなたのことを警告してくれた方。え、誰それ。すべてのクモたちは音楽に合わせて手拍子している。クモのあれ、食べちゃったからな。アイテムも使えない。見逃すしかない。あなたもソウルに大米を与え、大米を与えてくださるそうよ。へえ。お、まあ、お金のためにやってるのか、この子は。マフェットは他のクモたちと息のぴったり合ったダンスをしている。うん、見逃す。素敵な笑顔の方だったわ。しかもアフフ。誰だろうなそれ。お、お、あっ、しまった、遅かった。クロワッサンが来たぞ。はい、マフェットは他のクモたちと息のぴったり合ったダンスをしている。なんかクロワッサンが来るって来てるね。次、変だったわ。影に隠れて姿を変えたところを見たのよ。姿を変える、なんだそりゃ。うわ、じゃあ食らうのか。ほい、うん。ふぅ、マフィンが来るか。即席麺使っ、チュチュ使えるんだ。はい、パッケージから取り出した。ポットに水を入れ火にかける。お湯が沸くまでしばらく待った。お湯が沸いた。あなたは麺をポットの中に入れた。即席麺ができるまであと4分。即席麺ができるまであと3分。即席麺ができるまであと2分。即席麺ができるまであと1分。即席麺が出来上がった。あまり美味しくはない。あなたは火薬を加えた。さっきよりはマシだ。よくはない。だがマシだ。4HP ね。ま、昼食の時間じゃないからしら。私のペッチョちゃんにも餌をあげないと。またペットちゃんか。まずいな。やられそうな気がする。いやー、やばい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 、無理だったけど。はい。ガオー。はい、また上に逃げていくパターン。ホットドッグ、全回復。あれだけのお金があればクモちゃんたちを集めて私たちはやり直せるわ。君はクモだよね。クモちゃん、普通のクモと君みたいなクモがいるんだね。焼きたてのクモの巣の匂いがする。見逃すばっかりでいいのかな。クモちゃんたちは何世代もルインズに閉じ込められてるの。ああそうだったね。間違った。マフェットはあなたの周りの砂網を整えた。クロワッサンね、次。たとえ扉の下をと、潜り抜けたとしても、スノーディーの寒さで途中で死んでしまうわ。確かにね。お、しまった。はい、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 OK。焼きたてのクモの巣の匂いがする。クモ2匹のやつって、ひょっとして、ペットのクモちゃん？じゃあ、支払ってみよう。40ゴールド支払った。このターンだけ攻撃の手を緩めた。あなたのソウルを売ったお金で、クモちゃんたちを、リムジンに乗せて救出できるわ。あ、しまった！あ、しまった！あ、しまった！あ、あ、やばいー。ペットのクモたちが音楽に合わせて手拍子している。こりゃ厳しいぞ。セミフレークにしか上がんないの？それでもお金が余ったらどうしましょう。みんなで旅行にでも行こうかしら。
それか雲専用の野球場を作るのも素敵ね。わあ、手がすごいことに。あ、これもう終わったんじゃない？あ、うん、この雲たちと息のぴったり合ったダンスをしている。まあそれは置いといて、そろそろあの子の夕食の時間かしら。無理、回復アイテム買わなきゃ。ホットドッグを大量に買い込まなきゃ。決意を抱き続けるんだ。わかりました、わかりました。じゃあ今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。